省エネの達人企業編。今回は和歌山県湯浅町にあるマルシン本家の省エネを紹介します。湯浅町が発祥といわれる醤油やおかずとしていただく金山寺味噌を作っています。直売店は毎日多くの観光客でにぎわっています。今回の達人による取り組みはこちら。3日間集中力を絶やさず電力ピーク 23% ダウン。一体どういうことなんでしょうか。早速伺ってみます。電力ピークとは1日の中で最も高い消費電力の値。この値が基準となり基本料金が決まります。達人の湯川さんでいらっしゃいますか。はい、そうです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今回の達人は工場長の湯川福夫さんです。準備を整え製造現場へ。一体どんな取り組みをしているんでしょうか。どういう作業をされてるんですか。はい、ここではですね、はい、こちらの大豆と裸麦と米をですね、蒸しまして金山寺味噌の麹を作ってるところなんです。麹を作ってらっしゃるんですか。はい、はい、麹は金山寺味噌の重要な材料の一つ。蒸したお米や麦などに麹菌をかけ、こちらの麹室の中で発酵させます。この麹室を稼働させるのが毎月3日間。この設備が電力ピークと何か関係してるんですか。はいはい、そうなんです。あの麹作るというのはですね、はい、かなり熱を持ってきます。それを冷ますために、まあ、チラーという機械を使いまして、温度を下げるわけなんですね。それにかなりの電力を使うわけなんです。麹は発酵の際に発熱し50度ほどに温まります。そこでこちらの冷却装置を使い、適温である35度まで冷ます必要があるんです。冷却装置を使用する3日の間、いかに他の機械の電力使用を抑えるかが重要な課題でした。そこで達人、まず金山寺味噌の材料となる米を事前に精米することで精米機を3日間動かさないようにしました。それでも消費電力が高ければ従業員の休憩室に行き、ちょっと電力ピークなんで切るで、はい、エアコンをオフに。いらっしゃいますけど、もういや、もう構いません構いませんこたつだけは消さずに置いてます。従業員の反応は寒いとか思わないです。あ、そうですか。あ、こうして消費電力を抑え 23% の電力ピークダウンに成功。毎月およそ5万円の節約につながったといいます。もちろん金山寺味噌の品質は一切変わっていません。うん、おいしいです。3日間集中することで美味しい金山寺味噌を作り続け、電力ピークを抑えていましたね。味噌だけに3日間の集中が味噌でしたね。省エネの達人は電気の見える化で企業の省エネ活動を支える日本テクノの提供でお送りしました。おはよう。あなたが働く街、今日も一日頑張って。電気という活力を街の隅々にみなぎらせて。こんにちは。あなたでにぎわう街、人と地球が共に幸せになる光り輝く未来のために、エネルギーを賢く上手に使いながら。ただいま。あなたが安らぐ街、暮らしに豊かさと潤いを与え続けてくれる明るい光に包まれて。おはようの街からお休みの街まで、電気を守る、作る、賢く使う、日本全国24時間電気のそばに私たちはいます。電気にエネルギーを注ぐ日本テクノ。